この番組は惑星 CB からやってきたコントラバスヒーロー時代所優が三浦半島を中心に食べたり遊んだりお仕事をしたり地球での生活を紹介する番組です。じゃあみんな、コントラバスヒーローだ。今日はここはどこだ。お、電車が来た。ここは美濃和駅ということは、ヒーローは三浦半島を飛び出してここ東京にやってきたというわけだ。よし、探検しよう。はい。で、なんだなんだ、開始早々ハプニング。ものすごい方なんじゃない。え、もしかしてものすごい方。ティガとダイガとコスモスと、え、めっちゃ見てた。めっちゃ世代です。そんな思われない。なんとウルトラマンティガなど特撮作品の監督を務めていた方と遭遇しちゃいました。なんという奇跡。お名前伺って、石井監督、セリオス、ひらがな、石井セリオス、それでウルトラマンティガとかで。え、マジで。ちょっと ありがとう。僕がこんな風になったのは全てそういう特撮見て育ったからなんです。ごめんなさい。こういうの好きなんで、やっぱり。嬉しいです。僕、ダイガすごく好きで、もうビデオに全話録画して、ありがとうございます。もう擦り切れるまで見てたから。見たね。あ、そう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 。そう、頑張ってください。いや、嬉しいです。もう私のせいでこんなふうになってます。もう一応嬉しい。お話できて嬉しい。いや、もうありがとうございます。頑張ってください。いい仕事してるよね。ありがとうございます。すいません、お邪魔しました。すいません、これって使って。でも大丈夫ですか？これ YouTube だったんですけど。大丈夫。いいと思うんですけど、はい、特に問題がないと思う。はい、問題なりのこと言ってないよね。あ、全然何もない。監督していたっていう。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい嬉しい。頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。すいません、お邪魔しました。すごい。すごい。すごい。石井監督、私たちもたくさんの人に夢を与えられるようこれからも頑張ります。お話ししてくださりありがとうございました。ありがとうございます。びっくりした。すごいな。ちょっと、情報の整理がちょっと端っこ。確かに現実だよな。我々、クリエイターたちの神様みたいなね、出会いが、ちょっと、頑張ってるといいことあるんだなと思いました。いいことありそうですね、この先も。今日もね、なんか、幸先がいいな、はい、最初にそんな出会いがあって、はい、ちょっと、美濃和マジックがね、これからもあるんじゃないかと。探検してみよう。はい。本店街。なんか、レトロでいいな。さあ、ルンルン気分で、美濃和探検開始です。飛んできて、カロリーが。ちょっとお腹が空いたな。そうか、ヒーロー飛べるようになったんですもんね、自分ね。そうなんだ。アクトス君、特訓をしたいと思う。今日は実は、なんでここに来たかというと、とあるお店に用事があるんだ。ここの5階に何やらお店があるって言ってたんだ。MJ ハウス。何のお店なのか、確かめに行ってみよう。ここは、どこだ？お、これは、ステージ。ここに、何やら、気さくな方が。こんにちは。いらっしゃいませ。ここは、何のお店ですか？ここはね、MJ ハウスと言いまして、イベントスペース&モンゴル料理。モンゴル料理のお店です。のお店。はい。三浦半島を飛び出してコントラバスヒーローが訪れたのは東京都美濃和にある MJ ハウス。マスターのジュンさんが手掛けるこのお店にはモンゴル気分を味わうことができる仕掛けがいっぱい。お料理も楽しみですね。モンゴル料理気になりますね。味はすごくシンプルな料理で日本人の口にもすごく合うと思いますよ。塩、胡椒、ニンニクぐらいが基本のベース。ここに来る方ってモンゴル料理を求めて、モンゴル人も多いんですよ。モンゴル人は
モンゴル料理を食べに来る人が多いですね。なるほど、うん、モンゴルってはい、あって中国の上ですよね。すごく寒いんですよね、やっぱり北だから。テントのイメージがね、丸いゲル、みんなあれで暮らしてるんですか。遊牧民はそのゲルというところで、はい、過ごしてて、季節ごとに折りたたんでは移動ができるように、すごく便利な仕組みになってるみたいですよ、そのゲルっていうのがね。じゃあここではそのモンゴルで広く親しまれている料理が日本でも食べれる。主にモンゴル家庭料理、ね、さっき言われたゲルで食べているような料理を、提供してます。メニューとかってあるんですか。そうですね、ご案内しましょう。おはい、こちらがメニューになります。モンゴルの家庭料理ですね、はいはい、これが坊主、モンゴル小籠包って言われてる料理ですね。モンゴルの小籠包、これはホーショールって言って、まあ、分かりやすく言えばモンゴル揚げ餃子。揚げ餃子、やっぱり小籠包とか餃子ってことは中国に近い感じの、そういう文化が多分ね来てるんだと思います。今日はね、この家庭料理の坊主とホーショールを食べていただきます。おお願いします。はい、じゃあ早速作ります。少々お待ちください。モンゴル料理ってあんま聞いたことないですよね。ない、まあ、すごい珍しいですよ、ね、三浦半島に住んでます。大事なことを言い忘れていた。ちょっとね、来てほしい。この辺見覚えないか。傷がうずき始めたぞ。ヒントはコントラバスヒーロードラマ第2話の最後、最後ここにね、奴らが、奴らが太陽、そういう場所なんですよ、ここは。もうきっと奴らはアジトをね、移動したんだろうな。でその居抜きを、ジュンさんがきっと契約してお店をやっているという、本当に勝手な、違います普通に違いますね。ヒーロー、あれ面白いですね。あれちょっとね、なんだろうね、あれ私がよく知ってる、なんか似てるよね。お料理が出来上がるまでの間、お店を探検してみましょう。弦が2本、うまっ、うまっ、そう、これは馬頭琴。知ってんだ。あ、記憶が、いやヒーロー、なんだ、面白い、写真があるんですけど、なんかいっぱい飾ってある。ちょっとこの方たちもう見るからに戦士、モンゴルの戦士なのではないか。あとでどんな人が写ってるのかジュンさんに聞いてみましょう。聞いてみよう。ここに来たってことですもんね。やっぱりモンゴルの料理を求めてモンゴルの戦士がタグに来る、うん、ということはこの料理を食べると強くなれるんじゃないかと。おさあ、いよいよお料理が完成したようですよ。はい、ヒーローお待たせいたしました。これが、はい、これがホーショールです。すごい、うわー、おいしそう。あの揚げ餃子って言ってたんで、こんぐらいかと思ってたんで、でかいんです。そうですね。わー、お、いきます。あー、おー、いただきます。うん、サクサク、うまい。これ、結構ボリュームすごい。ハンバーグみたいな勢いで肉が詰まって、うん、食った瞬間にその油の、肉の油の香りブワッと広がって、サクサクの生地と一緒に、うん、うん、おいしい、おいしいです。よかったです。ちなみに味付けってどんな感じ。シンプルな、肉のなんかもう味って感じで、本当にシンプルな味付け、塩コショウ少しニンニクぐらい。見ますか、ディレクターも。ディレクターも食べますか。じゃあ食べちゃおうかな。いただきます。なんか近くで見ると、本当にでかい。うん、
本当に肉肉しい。そう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 。本当にパワーが溢れる感じで。そう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 。美味しいです。うまそうに食べるな、貴様。うん、最高。私にも分けろ。肉って感じ。超美味しいです。うまいですね。うん、もう大人も子供も大好き。これね。うん、本当手で食べたら楽しそうですよね。うん、これテイクアウトとかあるんですか？テイクアウトは実は今考えててね、ちょっとアレンジを加えて、はい、美濃和の新名物にしようかと思ってて、近々交互期待ということで、テイクアウトできたら、ね、そこに商店街があるんですけど、ありますね。ありましたね。そこで、ね、屋台かなんかで売ろうかなと思って。最高です。ありがとうございます。良かったです。宝生ル、本当に美味しかったな。テイクアウト楽しみにしてますね。そしてそして次のお料理のお出ましです。おー、はい、入ってます。はい、坊主蒸し上がりました。モンゴル小籠包の坊主です。うわー、はい、どうぞ。坊主つやつや。これは中にきっと、もう見えているが、この肉汁が詰まっていて、口の中で爆裂するタイプ。みのり、やけどに気をつけて。けど、熱いのかな。いきます。熱いって、熱いって、これはダメだよ。おいしい。小籠包って熱々が一番うまいんだよな。けど、ヒーロー確か猫舌だったはず。大丈夫かな。あ、美味しい。なんか中国の小籠包はあのシュッてこうシュッて消える感じがある。こっちはもうずっと口の中にあって、もうこっちもボリューム感でガッツリくる肉の香り、味、美味しいです。なんでお正月とかにね、はい、みんな各家庭でたくさん作って来客の人に振る舞うみたいな、はいはい、みんなでじゃあすすって食べるみたいな料理。はい、いただきます。吸って先かぶせて。おお、うん、美味しいです。すごいボリューム感、めっちゃ中でジュワッって感じ、めっちゃ美味しかったです。なんかあのさっきの揚げ餃子と違ってちょっとなんかハーブっぽい香り感じるんですけど、これなんか入ってるんですよ。小ネギとかを少し混ぜて、小ネギの香りが、じゃあ小ネギの香りが少し食べた後に少し爽やかというか香りが残って、美味しかったです。ありがとうございます。じゃあいただきます。はい、もう一口口でかん。うん、あ、美味しい。美味しいね。なんか香りが、そうそうそう、香りが残る。ふわって、はい、伸ばしてね。お、うまいね。美味しいよな。はい、めちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございます。よかった。今はオフシーズンだからないんだけど、あの夏と秋のシーズンには、はいはいはい、徳島のすだちがこれにつくんですよ。すだち絞って食べると、うん、もう絶品。めっちゃ美味しいです。よかったです。ありがとうございます。じゅんさん、ごちそうさまでした。他のモンゴル料理も食べたくなるくらい美味しかったです。ありがとうございました。いっぱい並んだらずっと食べたい、うん、食べれちゃう感じ。それこそあの相撲取りとかはもう50個とか平気で食べる。何個か覚えてないけど、もう大皿でドーンって出すので、気がついたらなくなってる感じ。ちょっとあの誰がいらっしゃったかみたいなの聞いてみましょうか。白龍さんと、うん、あの白鵬さん。白鵬さん、奥さんが徳島県人で。そうなんだ。あのすごくつながりを感じてます。おお、はい。と、照ノ富士さん。照ノ富士ね。はい。スターたちが。でもさっき気になった、向こうにある。そう、じゅんさん。はい。馬頭琴。はい。そうそう、馬頭琴。ちょっと気になるんですけど。案内しましょうか。馬の頭。あとはもう、弦が2本。うん、100本から130本ぐらいの細い糸が束ねられて1本になってます。複雑で細かな音が出るので、その分チューニングは難しいんですけど、魅力的な音を出します。この
弓は、バイオリンの弓に近いと思います。どういうこと？来る時によってはこの音色をもちろんあの演奏を聞くこともできるし、買いたい買うことを検討し、これ売り物なので、あのちなみにこれは初心者向けで88,000円。安い、本当安い、税込み88,000円、ね、安いって思わず言ってしまうのはやっぱりこの弦楽器の値段からするとっていう考え、うんうん、初心者用だからそのぐらいで、はい、高いのはもうとんでもなく、うちで扱ってるのは まあ、あっちにも飾ってあるんですけど、うん、まあ、80万ぐらいのが一番、すごい。それはじゃあ一人の職人さんが最初から最後まで、もう最初から最後まで全部一つ一人で作った。なるほどなるほど。皆さん、ここのお店はモンゴル料理が食べれて、馬頭琴も買えます。この演奏で馬頭琴興味持ったらそのまんま買って帰ることができる。できますできます。そうですはい、そうです。ジュンさんは何かを演奏されるんですか？あ、よくぞ言ってくれました。僕そもそもね、あの MJ ハウスをオープンしたのは、はい、僕はもともと歌手なんですけど、うん、それで馬頭琴のトップ奏者と出会って、でこの馬頭琴の音と一緒に何か音楽をしたら新しいものができるんじゃないだろうかと思って MJ ハウスをオープンした。そういう音楽をするから当然モンゴル料理も出すのが必然の流れ。すごい素晴らしいですね。素晴らしい。いやもうこのお店自体がもうジュンさんの考えというか思想にあふれた、そうなんですよ、空間というか、はい、でね、うちのお店を気に入ってくれたらもうここでイベントをやってもらったりとか、うん、イベントスペースになってて、素晴らしい。ヒーローまた来ないといけんじゃん。これ私コントラバス持ってきたら、そうなんですよ、一緒に演奏ができる。でもそれがもう実は楽しみで仕方がなくて、おお、ね、ぜひやりましょう、ね、ぜひ本当にぜひやりたいです。嬉しい。やりましょうコラボ。ちょっと気になります。私も馬頭琴、そしてフォーミングだったりとか、そしてジュンさんも歌うんですよ、ね、僕は歌います。ジュンさんの音楽と、はい、ちょっとコラボレーションしましょう、はい、コントラバスヒーローが箕輪に来てます。ジュンさん、はい、今日はいろいろ紹介してお店のことだったり馬頭琴のことだったり、そしてモンゴル料理だったりいろいろ紹介ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ぜひコラボですね。そうですね、実現したいなと思ってますので、ぜひ、はいはい、一緒にやりたいです。どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。またのご来店を、はい、お待ちしています。ありがとうございます。ありがとうございます。バイ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 。次回予告、コントラバスヒーローの三浦半島に住んでますはシーズン2に突入。それを記念して番組プロデューサーのアンジューがいつもの制作メンバーを改めて紹介しちゃいます。無茶ぶり抜き打ちカバンチェックも、さらにパワーアップするコントラバスヒーローの三浦半島に住んでますをこれからもお楽しみに。